町の駅で左手が赤坂見附の駅です。申し訳ありません。登録よろしくお願いします。通れません。右手が長田町の駅です。左手が赤坂見附の駅があります。こちらの方に進んでください。どうしようもないの。申し訳ありません。狛犬だね。みんな恥ずかしくないか。申し訳ありません。ご協力よろしくお願いします。現在通れません。長田町赤坂見附をご利用ください。ご協力お願いします。主義は終わりなんだよ。申し訳ございません。ご協力お願いします。ご協力お願いします。道わかんない。10人ぐらい。長田町まっすぐ進んだところにあります。人間なんかじゃない。一人ずつ自分で免許考えてみろよ。こっちからじゃなくて乗れないんだって。こっちから乗れんの。今日はあちらからお願いしてるんですよ。ぐるっと大回りして赤坂神社まで行けば。何考えてんのよ本当にさ。お願いします。申し訳ございません。しかも向こうから来る人いるのにさ。なんで渡れないの。渡してもらえないから。なんかお願いなんです。なんでそこにいるんですか。中へどうぞ。中へどうぞ。中へ乗るんだよ。中へ入ってください。これ渡ってますよ。あれ、あれ渡ってますよ。何もしたことないよ。全然何もないよ。答えないんですか。答えないんですか。いろんな人のこと考えて生きてるんだよ。渡ってますよ、あの人。あ、そうですか。一人の人間だったらみんな考えてみよう。自分の頭で問題じゃねえんだよ。命令でいいのか。子供が戦争に行くかもしれない話になってんだよ。なんでかお前はそれを頑張って行使してんだ。どっから降りてきてる。偉い人もおかしいんだお前は。偉い人いないの。どこの親が子供の戦争行くのに喜ぶやつがいるんだよ。何の話を一生懸命お前ら聞いてんだよ。疑問しに来たよ。どこいんのね。わけわからんな。入るのが良くて出るのダメっていうの。おかしいよ本当に。だからさ帰りたいんだけど。ちょっと誰偉い人。長田町の駅とか使っていただきます。あとため池さんとか。わけわかんないよ本当に。カミさんから今メールが来たんです。西日暮里で待ってます。こんなことやってんだよお前。